明日も晴れっかな。そりゃまあ雲の上だからな。だいぶ夜も更けてきたわ。用のない日は消さなくちゃ。敵に位置を知らせてしまうだけよ。バカなことを聞いたか、ウソップ。あんなこと言ったら火を消すってよ。ん？仕方ねえさ。そう言ってやるな。ロビンは今まで闇に生きてきた女、知らねえだけで。どういうこと？キャンプファイヤーするだろうがよ。キャンプの夜はたとえ命つき果てようともキャンプファイヤーだけしたいのか、人道。バカはあんたらだ。おう、いい加減にしなさいよ。この森がどれだけ危険な場所かってことくらい分かってるでしょ。知らん。神官もいる、ゲリラもいる。そうじゃなくたって夜の森はそれだけで十分危ないところなのよ。猛獣だって化け物だっているかもしれないんだから。化け物も。空島怖い、空島怖い。おい、ルフィ、組木はこんなもんか。あんたらもやる気満々か。大丈夫さ、ナミさん。むしろ猛獣は火が怖えんだから。おい、何か言ってるぞ。来てくれ、チョッパー。え、さっきからうるせんだよ、このよそもんが。とっとと寝やがれ、バカ野郎が。なんだと。って俺が言ったんじゃないよ。おめえら、まさか俺たちの縄張りを荒らそうってんじゃあるめえね。いや、俺たちも無理やり連れてこられたんだ。ここは俺たちの土地だ。てめえら勝手に煮炊きまでしやがって。ごめん、この森にある木も草もみんな俺たちのもんだ。お宝は渡さないわ。